ジグムント・プワフスキ。ジグムント・プワフスキは、ポーランドの航空技術者であり、パイロット。プワフスキ翼もしくは、ポーランド翼とも呼ばれた、ガル翼を発明し、ポーランド空軍の PZL 戦闘機シリーズを手掛けた。ルブリン生まれ。ポーランドソ連戦争のソ連進行時であった1920年の夏、ZHP に参加した後、同年暮れに、 ワルシャワ工科大学へ入学し、勤勉で能力の高い学生として高く評価された。また、在学期間中は、同大学の学生工学クラブの航空セクションに属し、グライダーを数機製作した。1925年に、技術士の称号を得て、同大学を卒業した後、フランスのブレゲー社に就職した。帰国後、軍役につき、 その間にブイドゴシュチュの軍航空学校を卒業してパイロットとなった。1927年にワルシャワの CWL の主席開発担当者となった。1928年国防省の要求に応えるため、プワフスキは直列エンジンを搭載した全金属製高翼単葉機 P1 を設計した。この際に、 コックピットからの視界を改善すべくガルツバサを発明しており、後に開発された様々な機体に採用された。P1 は1929年に初飛行を実施し、各国から高い関心を得た。しかし、政府が星型エンジンの使用を推進していたため、結局のところ、P1 は生産されず、プワフスキの磁気デザインを待つこととなった。 この時期作が P1 の星型エンジン搭載版ともいえる P6 で1930年に初飛行を行った。この機体はボレスワフ・オルリンス機による操縦の下当時米国にて開催されていたナショナルウェアレースで優勝し多数の軍事ジャーナリストから世界最高の戦闘機と評された。後にこの機体の回収型である P7 は ポーランド空軍用に150機生産された。1931年初頭プワフスキは、より系統していた直列エンジンの搭載に回帰し、今までとは全く別となる戦闘機、P8 を設計した。また、遡って1930年には、政府の指示を受け、P7 の改良版となる、P11 の設計も、同時進行で行っていた。プワフは、 飛行機を設計する傍ら、ワルシャワのポーランド航空クラブに属すパイロットとして、飛行機を自ら操縦していた。1930年3月21日、本人がデザインした最新型となる、PZL-12 飛行艇を操縦している際、離陸時に強風によって煽られて、墜落、29歳で死亡した。死後、P-11 の開発は、 ウズイオロッド・ジャキミュークによって引き継がれ、ポーランド侵攻時となる1939年には空軍の主力戦闘機として配備された。また、より性能を向上させた輸出用の機体であった P-24 のデザインもすべて、クワフスキによって確立された技術が使用され、様々な国に販売された。1930年初頭には世界最高と言われた。 戦闘機のデザインを、後続の新型機体が設計されずに1939年まで、国が使い続けざるを得なかった点から見ても、クワフスキは、当時のポーランド人航空エンジニアの中でも、軍を抜くほどの才能を持っていた一人であったと言える。ありがとうございます。